こんにちは、たまちゃんこと田畑恵美です。私は今文京区向こうが丘にあります駒込オーガンの高原寺さんに来ています。毎年7月9日10日はこちらでほおずき千成市が行われているんです。この日にお参りをすれば1万6000日分のご利益がいただけるということで、たくさんの方がお参りに訪れています。実は私も毎年こちらに来ていまして、昨年は安産をお願いしました。そしてその甲斐あってそのご利益をいただいて、5日後に元気な赤ちゃんが生まれました。今年はね、まずはそのお礼からお伝えしていきたいなというふうに思っています。ということで今回のたばさと号は、皆さんにも4万6000日分のご利益が届きますようにと願いを込めまして、ほおずき千成市の模様をお送りしていきたいと思います。たばさとGo! それではまずはじめにですね、お観音様にお参りをしたいと思います。あ、もうね、準備もできていてね、たくさんの方々で賑わってますよ。お観音様、ね、観音様の周りにもほおずきがたくさん、ね、飾られていて、それでは、ね、お観音様に昨年の、ね、お礼を伝えたいと思います。よいしょ。元気をもらってね、仕事を頑張れたらいいですよね、これね、はい、あ、こんにちは1年ぶりねえ、去年ね、来た時ね、お腹が、そう、あの5日後に赤ちゃん生まれてるんですよ。そう、だから本当に安産のね、お参りをして、安産だったと思うので、ね、もう今日はお礼のお参りから、ね、したいなと思って、はい、よかったね、ありがとうございます。お子様はい、生まれました。あの、私、お世話になった方でね、本当に一緒にほおずきをね、売らせてもらったありがとうございます。で、今年はね、どんなほおずきが咲いていて、どんな特徴があるのかしらなんていうふうにね、見るのも楽しみ で、あれ、ちょっといつもと駒込大観音さん この札みたいのが違いますね。心願成就、こう心を込めてお参りをすれば成就しますよということでね、あ、もうこれだけでも縁起がいいじゃないですかね。あ、ご住職がいらっしゃいました。ちょっと、ね、こちらこそ今年も、ね、お邪魔いたします、はい、ね、この札みたいなの変わりましたね。変えたんですよ、これが。私がお経を読んで、要するにお札と同じ効果がある1万6000日ほおずき千成市心願成就、衆院長お持ちの方に押してるハンコもここに押しまして、お経を上げ済みですから、ただのタグじゃなくてお札と同じ効果がありますので、こっちは枯れちゃってもこちらだけでも大事になさってください。おいでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと風鈴のいい音がしてきてますよ。早速ほおずきを購入したいと思います。ご無沙汰しております。ご無沙汰しています。赤ちゃん元気です。1歳になります、そろそろ。そうですよね、去年こんなでした。もうなんか破裂しそうでした。男の子でした。男の子、あら、今年はどうですか、ほおずきの。ちょっと小ぶりなんですよ。小ぶりなんですけど、形が整ってていい感じだと思いますよ。どれもね、格好してるんですよ。まだまだほら、これ伸びますからね。これからって感じです、ね、うん、これは多いですけど、いいじゃないですか。この辺ほら、いい感じ、ね、赤いですからね。ね、なりますもんね。じゃ、これにします。うん、ひみこさんと一緒に選んだ、はい、じゃ、こちらを、はい、あと、振りもつけたいんですけど、振りも選んじゃっていいですか。ね、こちら、スイカ、ね、豚さん、金魚さん、花火、お花綺麗ですよね。この辺にしますか。じゃあこちらはあの、はい、箱に入れて、はい、はい、ありがとうございます。はい、今年も大勢の皆さんが会場の方にお見えになっていただいておりますけれども、このほおずき千成市、今年で11回目になります。観音様から慈悲をいただくばっかりじゃなくて、私たちも観音様と同じ活動をできるということをこのお祭りに感じ取っていただきたいというふうに、思います。それでは第11回ほおずき千成市、ただいまから開催いたします。よろしくお願いいたします。
開催宣言されました。ねえ、ほおずき市開始です。今日は何を、ね、スーパーボールですよ、ね、今日はあの綺麗どころが3名そう、ねうん、だからね、心ウキウキで、ね、ちょっと暑いけど、ね、どちらの東洋大学ですよね。東洋大学の学生さん、今日はどういったこうきっかけでいらっしゃったんですか？東洋大学学生ボランティアセンターという団体のその活動でお手伝いに今日はスーパーボール担当で、はい、どうですか？ちょっと涼しくていい感じ夏祭りということで、やっぱり地元の方たちと一緒に盛り上げたいなと思って、はい、子どもたちと触れ合いながら頑張りたいと思います。はい、じゃあね、子どもたち楽しませて開けてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これこそ満腹横丁ですね。うわ、本当になんか美味しそうな名前の横丁ですよね。どんなものがあるんでしょう。こんにちは。こちら満腹横丁ということで、満腹横丁の、ね、何が美味しいのは、おこわ赤飯、はい、満足団子1本70円3本200円になっています。なんとラッキー焼きそばにチキンライス、チキンライスは年に一度ここでしか食べれません。わ、これね、エスニックチキンライス。あ、ほら、高崎経済大学のお嬢さんで、こんにちは。どういったこうきっかけで今日は、今日は石井先生というゼミの先生なんですけど、その先生と一緒に今日はちょっとボランティアという形で来ました。お手伝いですね。はい、どうですか、こういったあの縁日の雰囲気。やっぱりすごいいいですね。フレンドリーな感じでなかなか味わえないので、はい、とても貴重な機会を やれました、はい、こちらはおこわを炊いていらっしゃる。はい、あのいつもね、毎年あの担当でやってます。そう、もういいですね、こういった皆さんで力を合わせて作るのもね、楽しいですよ ね楽しいですよ、毎年ね、楽しみにしてま す, そうですか。さあ、先ほど店長おっしゃってたイケメンさんたちが焼いているという焼き鳥コーナーにやってまいりました。こんにち は。イケメンさんがいらっしゃるということで来たわけですけれども皆さん、高崎経済大学の、はい、いかがですか、こう参加してみて。そうですね、地域の関わりが密接でいいお祭りだと思います、はい、焼き鳥いただきたいんですけども、おいしい。さあ、本当にたくさんの、ね、お店があるわけですけれども、どこかお邪魔しちゃおうかな。ミニョンさんといえば、この後行こうのカトゥーさんがお邪魔したお店ですよね。はい、はい、そうです。初めて参加されるんですか？そうです、今回初めてです。私の自宅がすごい近くで、でいつかやってみたいなと思ってたら、あの近所の方に参加できるよって言われて、それで参加するようになったんです。今日はあの定番の小石川ブレッド、それから中にブドウがたくさん入ったものと、夏らしくレモンとオレンジとグレープフルーツの皮の砂糖漬けの入ったもの、それからシナモンシュガーと4種類用意しました。実際参加されてみていかがです？もうこんなになんかフレンドリー でしかもみんながまとまってるっていうのって、自分がなんか逆に楽しませてもらっちゃってる感じで、すっごい楽しいです。今日はあのどういったこう きっかけというかでいらっしゃったんですか？去年街のポスターで見かけて、去年来て楽しかったんで、で今年も来た感じで、はい、やっぱりその地域のこういった縁日っていうのはどんなもんですかね。大好物ですね。美味しいって。どう、こんなねイベント近所でやってるの楽しい？はい、ね、何のゲームで撮ったの？輪投げで。あ、輪投げで撮ったの？これ2つも撮ったの、はい、すごいね。じゃあ毎年こんな輪投げで楽しんでるんだ、このイベントで。はい、んー、そっか。さあ、今日は駒込オーガンのほおずき千成市の模様をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、やっぱりですね、4万6000日分の観音様のご利益でしょうか。今日は久しぶりに地元の方々との嬉しい再会もありましたし、新しい出会いもありました。この縁日からつながる出会いをこれからも大切にしていきたいなと思いました。ということで今日はこの辺でお別れしたいと思います。また明日、バイバイ。おいしい。